皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、神事件ゲームネフティンビクトリー実況プレイパート19やっていきましょう。早速教会の方でイベント見ていきたいと思います。ここかしらね。ずいぶん立派な建物だけど、おっきいね。お城みたい。あーずるい。ブランだけこんないいとこ住んじゃって。ブルルン、私たちもおっきい教会作ろうよ。私狭い方が好きだよ。広いと寂しいし。そんなこと帰ってからゆっくり相談しなさい。ほら行くわよ。教会にしては警備が薄いですわね。油断をしているのか、それとも。ブラン様、情報通り女神たちが教会内に入ってきた模様です。そう、ようやく来たのね。本当にやるのですか、ブラン様お一人で女神三人と戦うなどと。私が負けると言いたいの？いえ、決してそのような。ただ女神三人を抹殺するとなると、さすがに2が勝ちすぎるのではと。そこまでするつもりはないわ。いや、そうなのですか。そこまでしたら一部の人々から反感を買うことになるわ。ただ痛めつけるだけよ。二度とルビーに逆らおうなんて気が起きないくらいね。しかしそれは少々甘いのでは。生かしておけばいつまたルイの脅威となるとも。ならないわ、私がしっかりしていればね。お言葉ですが、しっかりしていないから今日のような事態を招いているわけでして。なんだと。すみません、言葉が過ぎました。ただその女神に苦言を呈するのもこの国の大臣としての役目でして。その大臣だからってあんまり調子に乗ってんじゃねえぞ。はい。私めはいろいろと準備がございますので、これで失礼します。言ってくれんじゃねえか。でもそれも今日までだ。私が負けるはずがねえ。私は唯一の女神なんだ。ん？お、ここ進むのか。いいもの見っけ。いい刀。素材集めのために多少高くないか。奇襲成功。一気に行くわよ。ここね。えへっ、戦うわ。待ってました。やあ、ほいだ。やあやあやあ、もうちょっと待って。えい、よっしゃ。なんか高級牌、違法なの。メカニカルソード、あれなんかこの敵どっかに出てきた気がするな。
指導を受けること。なんかできないな。回っていかないといけないんだ。アイテム見て。ヒールポット。せいだし、アイテムもねしっかり用意したんで、あとまあレベル不足とかにならない限りはなんとかなるでしょう。これは痺れるわよ。ずっと私のターン。おしまい。もうちょっと待って。ここ。出しちゃダメ。待ってました。あ、そっちか。生命の柱。はいはいはい。
握りグラス。わあ、じいちゃん。じいちゃん不気味だよ、じいちゃん。反対側に出たイメージかな。ドキシンが2個。お宝があればそれだけ回収して進みたいですね。ここにセーブポイント。あ、イベントマークがある。コイラで回復をしてセーブも済ませておきましょう。エアコンつけっぱだから喉乾燥してきたな。引けずに換気しないとな。よっしゃ、では行きましょう。この部屋に宝はないな。よし、じゃあ行きましょう。あの収集何なんだ。お、やっとこそ広い部屋に出たね。遅かったじゃねえか。てっきり途中でリタイアしてんじゃねえかと思ったぜ。その口ぶりだと私たちが来るのを予想済みだったってことね。うわー、ブランまた変身してるし。ねえ、元の姿に戻ろうよ。そっちのが話しやすいしさ。あ、てめえは私の姿なんか知らねえだろうが。適当なこと言ってんじゃねえぞ。え、そっか、こっちのブランの変身前とはまだ会ったことないかも。ややこしいな。あなた、私の時も似たようなことをおっしゃってましたわよね。そうだっけ。まあ、天丼はお笑いの基本だしね、ブルルン。天丼おいしいよね。3人がかりでシリアスな空気をぶち壊すのやめてくれないかしら。おい、クソつまんねえ漫才見せるためにわざわざ来たのか。違うわよ。あなたには直接言ってやりたいことが山ほどあって。私までお笑い3人組にカウントされるのは納得いきませんわ。クソつまんねえって言われた。ひどいよ。こっちは恥も外聞もプライドも金繰り捨てて笑い取りに行ってんのに。エプちゃんは存在自体が面白いんだよ。だからあなたたちは一生やってろ。やっぱりてめえらは女神にふさわしくねえみたいだな。なんですって。準備しな。てめえらまとめて相手してやる。ルビーヌはこの世界で唯一の女神である私がな。世界で唯一の、ね、はっ、
こっちも文句言うだけじゃ気が済まないし、そっちがその気なら。ガラ！こら！勝手に始めるんじゃないわよ！アブネスちゃん？げっ、なんで幼女がここにいんの？だから幼女って言うな！ほら、グズグズしてないで、さっさとカメラ運んじゃって！ぎゅー、なんでオイラが毎回毎回借り出されてるっちゅ？文句言ってんじゃないわよ！私だって忙しいのに、しょうがなく来てるんだからね！ネズミさんもいる。なんでなんで？別に不思議はないでしょ。この国と七賢人がグルなのは分かりきってたことだし。人聞きが悪いな。ちょっとばかし協力してやってるだけだ。ルイは七賢人だ。あなたの方がよっぽど女神にふさわしくないんじゃない？こんな連中と手を組むなんて。失敗のくせに生意気言ってんじゃねえ。私はずっと一人で一つしかない国を守り続けてきたんだ。そのためにはどんな手だって。昨日今日女神になったばっかのてめえらにとやかく言われる筋合いはねえんだよ。偉そうに。その昨日今日女神になった連中に押されてるのはどこのどなたかしらね。なんだと？ちょっと気を抜いた隙にどんどん契約になってるよ。止めた方がいいかな、プルルン。何ボケーっとしてんの、プルルン。プルルンってば。あ、ごめん。なんかブランちゃんがかわいそうに見えて。かわいそう？ブランが？まあ、勝手に始めるなって言ってんでしょ！ちょっとネズミ、まだ準備終わんないの？まったく、グズなんだから。いやかましいっちょ。こっちだって不慣れな機械で。よし、オッケーっちょ。じゃあ始めるわよ。コホン。全世界のみんな、こんにちは！毎度おなじみ、七賢人のアイドル、アブネスちゃんです。また来たな、この子。よくもまあ、キャラを変えられるものっちゅ。ほら、音声入っちゃうでしょ。カメラは黙って。ごめんなさい。で、急に放送が始まっちゃってみんなびっくりしてると思うんだけど、でもでも、これは見逃せないぞ。なんとなんと、今、私の目の前では女神同士のガチンコ対決が行われようとしてるんです。は？どういうことよ。まさかこれ、中継されてるの？ああ、てめえらをぶっ飛ばす瞬間を世界中の奴らに見せてやろうと思ってな。なんてことを。やだ、せっかくのテレビデビューなのに私普段着で。あ、髪の毛平気かしら。誰か鏡持ってない？この子は。これ本当？マジで映ってんの？おいおい、イーズン見てる？全国中継はまずいですわね。パソパソパソ。これで映るの？指紋がつくでしょ！っていうか、あなたたち近すぎ！私が映んないでしょ！つくづく緊張感がねえな、てめえらは。どういう状況だか、ちゃんと理解してんのか？してるわよ！ほんのちょっと浮かれちゃっただけじゃない。まあ、せっかくそっちで舞台を整えてくれたんだし。ルイの女神が無様に倒される姿、世界中の人間に見せてあげようじゃないの。ほざけ。
私以外の女神なんざ必要ねえって世界中の奴らに思い知らせてやる。ほら、あなたたちもさっさと変身しなさいよ。いいの？それじゃあ。あ、ちょっとダンマ。おえ？なんで止めるのよ。さっさとしなさいって。いやだってさ、ドエスプルーンをこんなゴールデンタイムに、しかも全国放送で流すのはいかがなものかと。あ、子供の教育に非常によろしくないというか、 PTA から苦情が殺到しないかなとか。そうね、どうしたものかしらね。ねえ、変身していいの？ダメなの？おい、いつまでグズグズしてやがんだ。早く始めなさいよ。視聴者が飽きちゃうでしょ。いつまでもカメラを担いでるのしんどいっちゅ。待って、作戦会議するから。どうしよっか。私は変身したいの。こういう時じゃないとできないし。カメラが回ってる以上、万が一にも負けられないし、戦力は多い方がいいのは確かよね。でもさ、下手したら放送禁止だよ。それにあのプルルンをぶつけるのはさすがにブラがかわいそうだし。放送禁止ならそれはそれでいいじゃないか。変身したいよ。一体どうすれば。ちょっと待って、ブルルートが変身、ルビーの女神に圧勝、あまりのドエスっぷりにプラネテューナの国民もドン引き、ラステーション大勝利。なるほど、いける、完璧なプランだわ。え、何が完璧プランなの？ブルルート変身しなさい。それで遠慮せず思いっきりやっちゃいなさい。いい、そんなもの。ほら、早く。自分から世界中に集体を晒すことをお望みなんて、ルビーの女神様はとんだマゾヒストね。案外私とは相性バッチリだったりして。ぎゅー、あいつが出てきたっちゅ。ブルブルガタガタ、ブルブルガタガタ。あ、こら、カメラ震えてんじゃない。ちゃんと持っときなさいよ。あー、変身しちゃった。私もう知らないよ。何があっても責任取らないからね。苦情が来ても全てあなたの方で処理しなさいよ、ノワール。さて、苦情は全部プラネティウヌの教会に行くんじゃないかしら。あなた、まさかそれが狙いで。なんだこと、私わかんない。ようやく出揃いやがったか。散々待たせやがって。言っとくけど容赦なんてしねえからな。全力でてめえらを叩き潰す。あら、強気ね。でもそういうの嫌いじゃないわ。そういう子が泣いて謝るまで追い詰めるのって最高に素敵だものね。ああ、どんな方法で泣かせちゃおうかしら。やっぱりまずは縛り上げて。ウルルン、そこまでにして。世界中の人が見ているのよ。倒した後はあなたの好きにしていいからね、ブルルート。ノワール、あなたいい加減に。テレビの前のみんな、お待たせ。女神同士のドリームマッチ、いよいよ始まります。時間制限なしの完全 KO 一本勝負、絶対に見逃せないわよ。チャンネル
よっしゃ。さてさて、あなたは私の手で倒す覚悟はできてるか。これでも食らいやがれ。いけない。あ、生きてた。これがラステーションの女神の本気よ。ファンシーレイン